はい、よつくです。おはようございます。すいませんね、こんな時間に。なんすか、どうしたんすか。ちょっと僕、はい、話したいことありまして。はい、話。はい、まあ、ミッチーにもそうですけど、はい、視聴者さん、はい、よく見てもらってる視聴者さんにちょっと話したいなと思って。はい。最近どうですか、塗り替え道場チャンネル。塗り替え道場チャンネル、はい。なんか過激じゃない、最近。過激。ごめんなさい、過激だよね。過激なことあって。はい、まあ、それって、はい、僕らの考えじゃないじゃないですか。トップの、はい、トップの考えがあると思うんですよ。BOSS の考え、ね。そうそう、ボスね。はい。うん、ボスがね、はい、まあ僕ら過激なことを求めていくもんで、はい、もうちょっとボロボロになってきたと僕らも。体がね。ボロボロなの？ボロボロ。逆に。ほんとボロボロなんですよ。そう。ちょっと皆さんにちょっとね、これ見てもらいたいんですけど。はい。なんすよ、何持ってきたの？お金じゃないんか、これ。違う、もうね、俺ボロボロだから。あ、精神安定剤ってやつ。違う。精神はね、もう精神はもう整ってない。精神は違う。うん、え、皆さんこれちょっとびっくりしててくださいね、本当に。何これ。診断書。手書きじゃない、自分のやつじゃない。じゃあこれ、自分で書いたやつじゃない。本当のやつなんですよ。え、これ。これちょっとね、YouTube 撮り始めて、最近うちの社長の小林さん。はい。小林さんは結構ね、過激なことやってくるもんで、はい、僕らの体もボロボロになってきたよっていう、証明の動画なんですけど。あ、本当のやつだね。はい、診断名。読んでください、これ。はい、診断名。はい。左すけ肋骨ね。あ、肋骨ね。うん、左肋骨不全骨折。不全骨折。はい。これなんでかというと、まあ、いろんな企画もやっとるんですけど、過激に、はい、動画内が過激じゃないですよ、うちの特徴って。はい、動画外が過激。動画外が過激。あんななんかボクシングとかね、はい、あんな絶対過激じゃない。あー、確かに。カメラ回ってないとこが一番過激ってことです。そうそう。で、この怪我の原因、はい、僕は社長にちょっとね、はい、お前生意気やすみたいな感じで殴られて。それも3発ぐらい。で、マジで？すごいんですよ。顔狙わないんですよね、やっぱ。顔やっぱ動画内でやっぱ顔と、露出してるって顔じゃないですか。はい。で、露出してる場所狙わず、ボディ狙ってくるんですよ。顔はやめな、ボディにしたって感じ？バディバディって。バディバディやってくるんですよ。ほんで、まあもうすごいボディばっかやってきて。で、社長室でまず正座させられ。はい。もう分かっとるだろうね。はい。僕は何のことか分かりません。はい。何で呼ばれたかも分かりません、社長室に。とりあえず正座しろ。はい。電気消されます。電気消される。はい。バカ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 。社長、目いいね。目いい。で、いや、もう本当にカメラとかさ、俺が持っとるのも、多分、なんていう、いろんなドッキリやってるもんで、はい。映らんように電気も消してくる。あ、そういうこと？あ、ピッて、電気消して。そう。そしたら、まあ、肋骨が死んだ。左肋骨？そうそう。まあ、これはね、動画がちょっと、公に出るか分かんないですけど、はい。まあ、ちょっとね、もう出るとこ出たいなと思って。まあ、出るとこ出た方がいいよね。そう。最近ちょっと過激だもんね。確かに。もう結構ね、動画外ですごいもんで、僕らももうちょっと出るとこ出て、はい、まあ、真正面で戦うのはちょっとできないんで、はいはい、まあ、人立てて、まあ僕らも、その、はい、まあ社長、まあ言ったらボスなんで、はい、まあ直接言うの怖いし、はいはい、ね、また俺も殴られるの嫌だし、ミッチもそうじゃん、次見え、次見え。そう。殴られてるじゃん、いや、言うても僕もなんか、ボクシングの動画でも、うん、多分チラッとしか流れてないんだけど、うんうん、ちょっと訴えたんだよね、僕、その視聴者さんにさ、うん、なんか、使命だもんで、いかなかんっていうあれが強いもんで、うんうんうん、って。それって一回普段殴られるじゃん。うん。殴られるもんでも行かなかんって使命があるね。どんだけ怖くても。あー、もう染みついとんだ。そう、こっち怖いぞ、それは。ね、ボクシング、ボクサー怖くないもん、全然。社長らが怖い。社長の方が怖いもん。あ、それすげえ。俺もそうだ。わかるでしょ？あんな小僧より、やっぱ社長が日々受け取る、暴力？ねえ。バイオレンスなね、感じの。バイオレンス。ドメスティックバイオレンスみたいな。家庭内じゃないけど。家庭内。結構受け取る。家庭内なようなもんでしょ。ね、会社内なもんね。そうそうそう。お前は俺の子供で殴っていいわ、みたいな。そういう考えで俺。そういう考え、そういう考え。正しき道にグーで直すみたいな。そんなことばっか言ってるもんで。僕らもね、ちょっと直接言うの怖いもんで、まあ、法廷でね。法廷で会いましょうか。まあ戦いたいなと思って。もう、口もうまいじゃないですか、社長。まあ、口うまいね。手も早い、口も。すごい。そうやったらまずね、弁護士立てた方がいいね。そう。口はね。弁護士立てて。弁護士立てて。で、これがまあ、証拠の動画になるんで、皆さん。はい。もうね。証拠の動画この動画が上がったらもう拡散してください、本当に。拡散です。じゃあ、僕らの一個人じゃ勝てないんで、やっぱり企業の社長には。いろんなルートとか持ってるんで。はい。金あるじゃないですか、あの人。金ある。僕らなんて、いい弁護士つけれないんですよ。わからんよ。下手したら SNS も全部潰すかもしれないからね。そう。うん。するぐらい絡まっとるでしょ。だからこの動画も見てもらって、ぜひ拡散してもらって。そうですね。でも僕社長にもちょっと言うんですよ。まあ裁判やる前に、まあチャンスじゃないですけど、一つ。まあ僕らもまあお世話になったとこあるんで、はい、この動画を絶対上げてもらう。はい。これを上げんかったら、もう僕は裁判します。訴えるぞ。訴えるぞ。だからみんなの目に見れたら、はい、裁判しなかった。で、脅しかけるってことだよね。そうそう、もう社長にも謝ってもらおうと。はい、
まあ、ヤクザでいう恐喝みたいなもんだよね。そうそう。よ、恐喝ではないよ。俺らの被害者。恐喝じゃないか。そう、被害者。そう、本当に。ちょ、これ本当真面目な話ね。はい。僕らもやっぱり一言ね。はい。ごめんなさいとかね。はい。まあ、それ欲しいよね。まあ、社長からさ。そうそうそう。言うてもね、ごめんなさい。なので、まあ、この動画が出とれば、もう裁判になってないです。そうですね。はい。はい。でも実際ね、これ、脅しをかけていくんで、脅しっていうか、まあ、訴えですよね、僕らからの。はい、まあ。寺西はい。何喋っとんか。何喋っとんか。あ、痛い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 。あ、痛い痛い。見ました？ほら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 。あ、頭蓋骨。痛い痛い。頭蓋骨、陥没か。茶番見ました？今見ましたよ。見ました？あ、ほらほら、3回目、3回目。3回目。あ、4回目。なんで？強いからです。いや、強くただけ強いからです。5回目。ごめんね。はい。で、なんか喋っとんねん。はい、そうっすね。いいよ、それで。ちょっと、茶番入れないな。はい。下手だな、ほんと動画撮んの。難しいっす、社長。訴えろ、訴えろ訴えろ骨折、訴えろ社長がいて、いけいけ。言うても社長がいて。痛い？当たり前やな、嘘やで。何これ何これ、ちょ、骨折しました、僕。何これアロアルファですね、これ。まあ、もう必要ねえ。あー、俺の薬がー治るもん、治らここが本当に痛いです、生で。茶番がひどいな。茶、いや、すいません、ちょっと数字稼ぎに行きました。じゃあやけど、本当に骨折したんだね。本当にしました。マジでしたん。マジでしました。うん。じゃあ、歌ってみようか、じゃあ。そうっすね。歌い、一回。当たり前だよね。そうっすね。俺、裁判所で言ったよ。こいつが悪いんだ。働かねえ、こいつが悪いんだでも、これは結果じゃないからね。仕事中のやつなんで。仕事中、これ仕事中。あ、これミスじゃないか。まあまあ、でも、そうだね。なんかまあ、手書きだ。そうっすね。病院の院かってことだね。だけど、本当に偽物みたいな。誰でしょ？本当にそうだよ。マジなんだよ、マジ。ちなみに、視聴者の皆さん、俺が殴ったんじゃないからね。まあ、もしかしたら、今、ボクシングの時に入ったやつが、そうっすね。まあ、もちろん、そのね、俺らもお願いしますって言って、はい、もうフルスイングで殴ってくださいってお願いしてるで、なんか変な意味じゃないけどね。はい。なんか当てつけみたいになっちゃってすいませんね。いや、会長、顔まんま怖いから。会長、当てつけじゃないですか。ボクシング動画見たかな、みんな。見てない人多いかな。あんまり再生伸びてなかったね。あれ伸びてなかったですね。まあ、ぜひ見てください。3日間に分けてみましょうね。そうですね。面白かったっすね。本当に。本当に本気でとるね。本気っす。相手にも本気で来てくださいって。うん、で、本気でやられたら。いや、これかわかんない。その時はそれはわかんない。それはもう、もうやってさせてもらう。まあまあ、でも、あの時、まあ現場とかもあるよね、俺らは。そうっすね。足場登って、結構まあ、ひっくり返らんでも折れる時もある。まあ、それは本当にわからんけど、はい。じゃあ骨折したのは、ひびが入ると思う。ひびが入ってますね。何骨折？左肋骨、不全骨折。不全骨折。不全骨折。まあ、ひびらしいです。確かにボクシングめちゃくちゃ痛かったです。でも骨より頭痛脳が普段入れてる動かない動きをしたんですよ。脳って僕の脳の中で待機する。じゃあ俺も見とって、おおって言ってるでしょ。聞いたことないこれ。おおって言ってたじゃん。俺なんで飲み方なのね。本当っすよ。マジ悲しいっす。いや、リュウジと、あとリリーちゃんまで飛んだけど、はい。まあ、リュウジ先行だったね。ちょっと遠慮気味で、ついてないしく行って、リリーちゃん行って、ミッチ行ったんだな。はい。結構行っとるよね。結構行きました。結構行った。それフルスイングで。で、3日間に分けとるんで、最初はまあ、入りとかいろんなオープニングとかいろんな解説で、2日目が、手習志くんとリュウジの試合。もう本気でやっとるよ。プロボクサーの。うん、プロボクサー。まあ、プロボクサーとは本気じゃないよ。あ、本気だったらまずいからね。だけど、パンチは本気で何発かで攻めとるね。そうっすね。本当に面白い。いいお土産もらいました。いやいや、わかんないじゃないですか。もやっとさせましょう、もやっと。ボクシングの動画も、本当に僕は伸びてほしかったです。何回も見ましたもんね。そう、僕も何回見た。こうやって下こうやってピッてやると、ブリブリって投げとる。いや、俺結構面白いし、いいね率はめちゃくちゃ高いね。そうですね。めちゃくちゃ面白かったーって、一回コメント入っとるけど、多分あんま職人さんやっとると興味ないのかな、ボクシングに。そうなんですか。ストリートファイターの方が多分興味あるんですよ。そうそう。検証ができるとか。で、とりあえず、寺西くん、今から社長とストリートファイターしてみたっていうのを一緒に。いやいやいや、社長、ちょっと待ってください、社長。一回リングで戦ってから言ってください。ちょっと、あざいぞ、みたいな。ねえ、ねえ、コメントありそうだ。ねえ、ミッチ。またコメント叩かれるよ。あ、そうだ、そうだ。ミッチ、どう？お前もそういうつもりなの？いや、多分いけると思う。だから俺、お前ら見てないけど、俺やったら、俺勝っちゃったもんね。あの動画になってないけど。
いやいやいや、何言ってるんですか。そうなんです。いやいや、正直騙す、これが手口ですからね、本当に。あの、そのうちね、あの、宗教開くもんで、小林教。宗教、あの、壺と、あの、本を貸し出す。視聴者の皆さんは分かってん。あの、ね、彼らも言わんけど、重く口閉ざしちゃうけど、俺1試合目で勝っちゃったから。まさか、まさかのリングとか、あの、陶器で勝っちゃったから。殴る前、はぁーって言ったら、髪の毛が眩しすぎて、あーって倒れちゃったから、相手。すいません、向こうが NG 出ちゃってさ、ね、そうなんですか、ちょっとまずいですって。あ、社長ともトークが違います。あ、社長とは違う。もうそのプロの上行っとる。スター、セイントセイヤで言う、カムイクラスだよ。一般人、あのブロンドセイント、シルバーセイント、もうゴールドセイントだから。まあ、このことは選手は壊れちゃう。小林さんはリングにあげれえ、もう選手にとるんですか。全然社長もやってもらっていいですか。あ、僕大丈夫です、僕大丈夫です。僕本当にいいです、本当にいいです。僕のセコンドいきます。いいですよ、だいぶ手抜きでいいですよ、社長が。いや、本当にいいです。本当にいいですって。会社がかかっとるもん、僕ね。会社がかかっとる、僕入れたから。もうお前ら、それ NG ちゃうんか。この間、コロナの対策な動画上げたんだよな。はい。で、まぁ、あ、本当に今日旅行演習で、まぁ、あ、愛知県20人以上だったら明日からで、もしかしたら明日からジムは来るかもしれんな。はい。はい。うん、だけど、まぁ、あ、職人はもう、あの、3人1組になって、できるだけ接触しないように。はい。いうことで、まぁ、あ、対策してます。あの、お客さんでも、あの、見てくれたら、まぁ、あ、こういうやらしい言い方するとかなんけど、やっぱコロナ対策してないところに頼むか、してるところに頼むかって言ったら、そうですね。してるところに頼むか。そうですね。で、外国さんやな。まぁ、ほんときちっと対策の使用しますけど、俺ちょっと咳込んでこの場所。濃厚接触してください。2メーター。もう今濃厚接触してる。あぁあぁあぁ、さっきからカメラ見ると分かるけど、で、近いもん。ずーっと。もうちょっと、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 一度挟んだんですよ。これもローサです。これもローサです。使いますね。だけど、俺も本当にもう出かけてないんだけど。視聴者の皆さん、まあ、まあ、昨日の動画見てくれてると知ってると思うんですけど、あの、はい、今日は一日予行演習したんですよね。訓練。はい、で、職人と、あれはもう、あの、非接触で、資材置き場も、詰め所は使わないとか、まあ、職人は3人1組。まあ、その3人1組っていうのはもう、この継続するけど、もう事務所に入るときは連絡入れて、もう交代で入るとか、まあ、いろんな、まあ、決まり事を作って、まあやって、で、こいつ予行演習で休んどる。なんでやねん、お前。まあまあ、コンタクト取れんもんな。いや、だって僕、あの、あんま接触したらあかんじゃないですか。でも僕、詰め所に入っちゃうんで、詰め所には絶対入ったらあかんっていうことで、じゃあ詰め所に入らんかったら、じゃあどこ行くんだってなって、じゃあ現場行くにしてもトラックみんな固定しちゃうもんで、僕がそこで入ってもいかんじゃないですか。そうですね。だったら、でも僕、家でとりあえず、あの、まずね、朝一のニュース確認して、まあ今、ニュースなんか見たろ、お前。今、愛知県でどういう風になってんだろうなっていうことを、まず、僕の女の子のブログチェックやろ、お前。キャバクラの女の子のブログチェックだろお前。最近キャバクラの女の子で。それはでも、濃厚接触する人。濃厚接触する人。濃厚接触する人。誰と出会っとんだお前。やっぱ出所がそこやったら終わりっすよ。まあでもボクシングやって、あれ2週間ぐらい。そうっすよ、10日以上経ってますね。日曜日やったもんね。だって、和島の職人とかでもなんかたまにあの、踏み外して、速攻にはまって、あばらの骨折れるやつがおるんですか。いましたね。それは俺や。はい。それは俺の話なの。お前、2回聞いた、それ。まあ、当時な。29キロの時。と、あの、速攻じゃないで。しかも、あの、東芝の現場の、だからその、換気なやつなので、落ちたら40メートルぐらい落ちた。逆に、そのブロックですごいよ。逆にこうして、そうそう、東芝で、その、これぐらいの本当ブロックよ。まあ視聴者見えるかな。まあ、はい、こんなもんよ。まあこれぐらいで、はい、もう何十メーターよ。40メーター、50メーター、横幅もね。はいはい、で、それがずーっとダッ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 、その、まあ鉄骨の柱だもんで、こんなもんあるよ。もう立っても、もっとこういうのが、はいはい、コンクリートで全部巻いてある鉄骨がダーって、もう並んどるみたいな。はい、だけど、換気のなんかあれだもんね。全部下まで押してこいよ。で、その隙間これぐらいあるけど、そこでドゴーッてですよ。あうおーぶら下がって、ああ、見て、ああ、すげえねえ、あ、ここも骨折しちゃったね。いや、違う、一応本当は足の職人ですよ、僕ら。社長の話じゃないですよ。社長の話はもっと面白いやつ知ってる、僕。なんです、なんです。え？なんか。その大きい現場で、はい、その屋根ってあるじゃないですか。屋根、スレートの屋根。スレート。誰でも分かる。でっかいスレートの屋根。あの工場とかでよくある。あれこのね、並々の世界、まあ。ここも工場だね。そうですね。うん、スレートの屋根があるんですけど。そう。
そこを、もうバカでかいところを、はい、なんか、なんか、その、木も名も引かずに、うん、その、ビスの上を歩けよーっお前ら絶対落ちんなよー歩けよーってビスの上歩けよーって言ってる矢先に、市長が、あーって下まで落ちてたんだよ。20メートルぐらい。そしたら、自分がビスの上歩かずに喋りながら真ん中踏んだら、バカーって落ちてた。あーって落ちてたんだよ、このまま。それはやばい。だけど俺すごいね。ほんとに20メートルぐらいから、バッあーって落ちて、あ、飯行くぞーちょ、ほんとなんだっけ、ほんとなんだっけ、ちょうどもう完全にもう、こう、普通、落ちてぐしゃーってなるじゃん。ちょうど俺、ボーって無駄だよ、もう。ちょうど。反動で今の反動で。人間すごいね、20メートルから。ごめんよごめんだ、一見無駄よ。動ける。じゃあ仕事がなかったの、あんまりトミでも仕事がなかったので、ちょっと暇な時に、買いたらやさん頼んで。ごめんって美味しいですよね。違う違う、分からんけど、それぐらいの感覚飛んでこない、ロケット砲みたいな体が飛んでたもんね。トランポリンに落としたんだけどね。ちょうどなんだってヒョンって顔で骨折しんかったもん。いや、ね、夜はもうめちゃくちゃ痛かったけど、その時はあんまり興奮しちゃうのおー、飯行くぞーハウドワーイって言って。何ですか、ちょうどいろいろと本当は違うんだよ、さっきからも近いもん。ここまで高くないよ、これ2階建て作っとるのなんだけど、縦で落ちてったもん、ほんとにまっすぐもう誰が持ってたか持ってないか覚えてないよ。行きましょーそう、ついでることだよ、あーそうでしょ。みんな見とるわけですもんね。いや、見てみとるけど視界が消えたから俺シュンって、だ下は誰もいないもんね、解体ゲームの。いや、ほんとでも笑い事じゃないですよね、ほんま笑い事じゃないの俺クラスね。でも現場だってなんかそういうこと言うかいな。まあ俺クラスになるよね。あるいや、アンチはあるよね。アンチは踏み外して消えるみたいな。あ、よくある、ね、よくありますよ。いや、結構危ないよね、怖いよね、危ないです、ほんとにどうすればまあまあまあ、ぼちぼち締めようか。はい、はい、じゃあ視聴者の皆さん、はい、まあね、コロナで、まあ、僕らも、まあ、これから現場も撮るとは思うんですけど、まあ、できるだけ、まあ、こういう事務所で撮ったりとかいろんな面白い企画もやっていきますんで、これ実はだよ、嘘じゃないよね、小瀬ちゃん、はい、そうですね、ただ、俺がに電気切られて殴られたとか、なんかあれなんか喋ってたいっとったいっとったいっとった、あれ言っちゃうやつだろお前。社長、それ社長が言えって言ってたちょっと数字取りに行こうって言ったそれ言っちゃうやつ、それ最後言ったやつ、まあ、まあ最後の方で誰も見てないでいいよ。そうですね、離脱してますね、離脱してる、離脱してる、まあそんな感じです、はい、まあちょっといろいろ面白い企画もやっていきますんで、はい、はい、ね、まあコロナで家、まあできるだけ家こもった方がいいしね、そうですね、できるだけみんなもこもって、はい、まあ YouTube 見ながら、ミリカイダージョンの YouTube 見ながら楽しんでください。はい。お願いします。お願いします。はい。また見てね。あ、チャンネル登録もお願いだよ。お願いします。よろしく。また見てね。また見てね。バイバーイ。